かきっと便利だなって思う時が来るような気がするツール系です。そうだね、もちろんおなじみアストロプロダクツさんで買ってまいりました。それだけのツールです。それだけのツール。始まりましたメカニック TV。 今日は工具紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのはこちら、結束バンドツール。名は体を表す。いや本当そのまんまなんです、はい、結束バンドを、まあ、これで締めて綺麗に切れる、それだけのものです。まあ結束バンドね、こういうやつね、はい、まあ、手でももちろん全然締めれるんだけど、はい、まあ、限界もあるし。そうですね、まあ、これぐらい細ければ綺麗に切れるかもしれないけど、まあ、ニッパーとかで切っても斜めになっちゃったり、あとそのちょっと飛び出したところが手に引っかかって切れたりとかするので、まあ、綺麗に切るキッパーとか、うん、ニッパーとかもありますけどね、うん、これを締めるのと切るのを一緒にやってくれるという。もちろんおなじみアストロプロダクツさんで買ってまいりました。いや普通に買ってるんですけど。確かに、はい、まあ口でね説明してもちょっとよくわかんないと思うんで、ちょっと実際に使ってみたいと思います。はい、こうじゃあこれを縛りたいと、はい、これを、まあ、まず軽く手で縛りつけます。はい、はいはい、でこう隙間から中に入れて、はいはいはい、大きい方のレバーをこう引いていくとだんだん締まってくる。でこのまんまここかな、そうですね、こっちのレバーを引くと、おお、綺麗に切ってくれると。切れた。ちょっと出てるな。ちょっと斜めっちゃったけど、うん、まあ、うまく使いこなせれば多分綺麗にね、こう飛び出ずにできるってことだね。はい、そんな感じです。それだけのツールです。それだけのツール。手で締めるのも限界があるからね、本当に強く締めたい時とかはいいのかもしれない、ね、そうですね、なんか細いタイラップだと手で全然 ね、うん、そうね、締められますけど、こんぐらいだったら別に余裕余裕手でいけちゃうけどね、でかいのだと確かにちょっとなかなか厳しいやつもあるから、あとは、うん、まとめるものの形とかによっても、あ確かに確かに、びくともしないぐらい強く止まってますね、うん、強く止まってる、はい、以上です。でその締めるの時の作業と、うん、まあ、切る時にニッパーをまた持ってきてとかっていう作業をしなくても済むっていうのが、うんうん、確かに そのツールの魅力の一つかなとは思います、うん、1個でね全部完結できるから、はい、それは便利ですね。そうなんですよね、うん、握る強さで、まあ、確かにここまで強くしたくなくても弱くもできる、まあ、手が入りにくいところですとか、うんうん、そんなところに使っていただいて、そうだね、やっていただくのがいいんじゃないでしょうか。確かにこうやってやっていけば勝手に閉まる、はい、確かに便利かもしれない、はい、めちゃくちゃ便利かと問われるとどうでしょう、まあ、そうだね。なくてもいいけどあったら便利みたいな、うん、いつかきっと便利だなって思う時が来るような気がするツール系です。そうだね、はい、絶対持っといた方がいいよって感じではないけど、はい、もう僕みたいにアストロ行ってあこれ面白いって思うツールを探すのが趣味の人は確かにビッて引かれるわけですよ。そうですね、面白さはある、うん、珍しいもんだった、はい、あこれなんかちょっと面白いから使ってみたいと思って買ってきたわけです。見たことないもん計測バンドツール。すごいよねこれを考えて商品化するのすごいな、うん、でもさっきサイト見たら、うん、現在品切れ中ってなってたんで、人気なのかな、そこそこ売れてるのかもしれないですよ、ひょっとしたら。それはすごい。ちなみにおいくらですか。あそれはですねお値段が、うん、1300円ぐらいだったかな、あったら便利かもと思って買う分には全然いいお値段、ね、安いと思う、はい、他のが出てないからあのなんて比べることはできない。そうですね、まあアストロだから。そうです、
安いね。はい、もはやアストロに行ってそういう面白いものを探してくるのが趣味になってます僕の場合は。いや本当に何に使うのみたいな、どうやって使うのみたいなのいっぱいありますからね。はい、面白いですよね。面白いんですよ。そうなんです。そう、手軽に試せるみたいな。はい、これもその一つです。その一つです。まあ、でも狭いところで配線をこうまとめたりするときに使ったら便利かなとも思うし、そうですね、内装とか、うん、うん、そうですね、なんかそんな系でしょうね、きっと使うとしたら。最近だとやっぱドラレコつけたりとかもするから。ああ、そうですね、ギュッと握ってパッと切る、パッ、確かに便利かも。うん、うん、そんなツールでございました。ございました。はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。